リのこの作戦は無謀なものでした。しかし鮮やかな結果により、この有田城の合戦は後に西国の桶狭間と呼ばれるようになりました。これこそが師匠毛利元就の初陣だったのです。よう戦ってくだされた。礼を申します。こたびの戦は元就殿の手柄にござる。敵の心の隙につけ込む戦術、元就殿、実に見事でござりましたぞ。いや、渡辺の育てた弓の達人たちがおればこそじゃ。いやいや、それがしには到底あのような人の心の動きは読めませぬ。大将の武田元重が先陣を切ろうとは思いませなんだ。いや、なんという見事な孫でござろう。じいは元就殿の眼力にたまげましたぞ。加えてたった一人にて敵の大将をおびき出す勇気、いや、とても初陣とは思えん。今に毛利に元就ありという噂が駆け巡りましょうぞ。何とぞ、いずれもにはこたびの武田元重の死は流れ屋に当たったことにしていただきとうござる。それがしはこれより猿掛城へ戻ります。ごめん。あれほどの手柄じゃ素直に喜べばかわいいもの。あそこまで言われると嫌味としか言いようがない。いや、毛利に元就ありと噂されるのを恐れておるのじゃ。元就殿、あれでなかなか賢い。初陣で元重を討ち取ったと言われれば、周辺の黒人は恐れをなし、早いうちに毛利を潰そうと動く。やはり見事な孫じゃと思っておった。早くも人の心を読んでおられる。これはまことに毛利を救う武将になられるやもしれんの。この時指示は密かに、毛利は元就に任せるべきだと確信したのです。そして腹に一物の家臣らは面倒な武将が現れたと思っていました。杉殿、ありがとうございました。こたびの戦、杉殿の励ましの賜物と思っております。何を言われまする。杉が思うた以上の見事な初陣でござりましたな。さあ、祝いの酒を。元就は嫌な人間じゃ。は？人の弱いところを探し出し、そこをつく嫌な人間じゃ。戦は武器だけではござりますまい。さような頭があればこそ三倍もの大軍に勝利できたのではござりませぬか。その通りじゃ。はあ、何やら気持ちがしおしおとしてまいった。少し風に当たってくる。